セレスタベを愛する皆さん、こんにちは。おさチャンネル、本日は説明書に書いてある気になる話題いきたいと思います。こちら、お鍋の注意事項にね、体気はしないでください。体気は火災や底剥がれなどの本体の変形、取っ手やつまみの破損の原因となりますってあります。この文言はね、結構メーカーを問わずどこのお鍋にも書いてあります。で、一方でお料理のところ見に行くと、この薬炒めるのとこね、まず何も入れずに中火で熱し、こう書いてありますでしょ。注意事項には体気禁止って書いてあるのに、焼き物炒め物にはまず中火でお鍋を熱しって書いてあります。これね、説明書をねしっかり読まれるタイプの方はね、疑問に思ってる方も多いんじゃないでしょうか。これなんでかっていうとね、完全に企業側のね理由なんですけども、ステンレスの鍋はね、熱伝導性の問題で、最初にね温めておかないと絶対うまくはいきません。これはね、使用者側からのね目線なので、それだったらね、体にちゃんとしてから使ってくださいねって書いてくれたらいいじゃないですか。ただね、余熱と体気ってね、個人の主観がかなり入ってきますので、なんか3分までが余熱でそれ以上は体気になっちゃいますよとかってないんですよね。さすがのね、ステンレス多層鍋だからって30分も40分もずっと体気しますと、お鍋にかなりダメージがありましてね、鍋底がこう反ってきたりとか、火膨れっていって、ね、なんかこう一部分がねポコッて出っ張ってきたりとか、結構ねそういう問題がねあります。それはね、メーカーの責任なのか、使ってる人の責任なのかっていう時に、この体気をしないでくださいって書いてるだけで、それがね、使い方が間違いだったからですっていうことで、使った人の責任できるんです。体気がね OK ってもし書いてありましたら、もうありとあらゆるトラブルにね、新品交換で対応しなくちゃいけませんので、言い合いになった時にね、負けるのが嫌だからっていう理由で、この体気はやめてくださいっていう文章がね書いてあります。おさチャンネルはね、メーカーではありませんのでね、本当にね、使いやすさだけをね追求してご紹介しておりますので、例えばね、こういうね18センチの鍋だったら3分間中火で体気してくださいとか、もうちょっと大きいお鍋だったら5分間体消してくださいとかっていうことでお伝えしておりますけども、僕もね、お鍋じゃなくてね、いろんな商品の開発に携わらせていただいておりますと、 PL4 とかね、消費者の方ってすごく守られてるんですよね。だからね、前1個あったのね、家電製品で説明書を作る仕事で、使い方の説明っていう欄にコンセントを挿すときは濡れた手で触らないでくださいとか、先端の金具の部分は触らず、必ずビニールと黒い部分を持ってコンセントを挿してくださいとか、そういうことまでいちいち書いておかないと、なんかあったときにね、企業の責任になっちゃいましてね、もうね、何千万っていう損害賠償になっちゃいますので、そのね、予防のためにこの体消しないでくださいってことが書いてあるだけで、実際に使用する部分に関しましてはね、焼く、揚げる、炒める、このあたりはね、しっかりとね、余熱しておかないと、もうお肉もお魚も全然くっついちゃいますので、ステンレスの鍋を買ってね、さあ使い始めましょうという方はね、ぜひこの大沢チャンネルでね、一緒にやっていただくといいかなと思います。またね、もしね、お家でこの説明書をね、取ってやる方は、ちょっとね、ご自身のお鍋のね、説明書の注意事項のところに、体消しないでくださいって書いてあるかどうかね、ちょっと注意して見てみてください。僕がね、昔売っておりましたね、このロイヤルクイーンの鍋さえも、デモンストレーションではね、しっかり体消してとか、体消にも大丈夫ですよとお伝えしてありますけども、説明書にはね、体消しないでくださいって一応書いてありました。やっぱりね、お鍋をね、何にも入ってない状態で体消し続けていきますと、温度がね、かなり高くなっていきまして、お鍋には負担かかっていきます。ですからね、長くね、大事に愛用していただくには、物がくっつかない最低限の分だけは熱しといたらもうそれで大丈夫なので、必要以上にね、体気はせずに、お鍋にね、お水ちょっと入れてコロンコロンってなったら OK だったりとか、この蓋をポンポンと触って熱くなったらもう OK だったりとか、いろんなね、チェックの仕方がありますので、そういうね、ちょっとした使い方に慣れていただきましてね、せっかく買ったね、大事なお鍋をね、長く愛用してほしいと思います。というわけで、本日の動画は以上になります。質問とかね、ありましたらコメント欄にどんどんくださいね。